中日ドラゴンズが人気な理由、判明する。本当に感情ぐちゃぐちゃ。序盤は今季最高のゲーム、中盤は最悪の展開、終盤に絶望を覚えてビシエド同点弾でまた高揚し、最後はサヨナラ勝ち。完全な DV スパイラル、エンターテイナー立浪、満たされますね。感情のジェットコースターや、上げ上げ下げ下げ上げ上げでしたね。これだから野球は面白い。これは中毒になりそうな試合でしたね。DV 彼氏かよ。ぶん殴ってたまに優しくしとけばいいの精神。ちょろいわ中二ドラファン。昔の横浜こんな勝ち方してたな。中日ってたまにサヨナラ勝ちしとけば依存症に喜ばれるんやからずるいわ。中日 DV。ドラゴンズバイオレンス。DV 野球は草。うっかりドラゴンズビクトリーになりはしないかと危惧するところであります。今日の試合は中毒になるのわかるわ。DV 亭主が不意に見せた優しさ。